はい、アップから始まりました、変態ランドセルゴミ袋野郎早見編。後ろにいるやつも大概ですけどね。始めましょうか。で、ちょっと先に進める前に一旦記憶を整理しようか。いろんな記憶の断片手に入れてると思うので、あ、なんかこんなん追加されてんね。エキドナ、アポロンとは。まず名前。これはもうこれしかないんだな。なんかもう全然違う名前の記憶の断片手に入れて、違う名前になっちゃうとかないのかな。僕の名前は、早見裕二。これで、自分の名前に関する記憶を得た。僕の名前は、早見裕二というらしい。OK。こういう感じなんだな。で、仕事の断片が結構手に入ってたはず。白衣を着ている。何かの研究をしていた。エキドナ。エアベッド。これ、ひょっとして、あるんじゃないの？何かの研究をしていた。右のピース。そして左のピース、エアベッド。ピースがっちりハマっちゃってるけど。自分の仕事に関する記憶を得た。僕の仕事は、エアベッドの研究者だったようだ。マジか。このまま進むの？そっか。自分の性格は、これまだ一個しかないのか。で、これ追加されたやつだね。自分とエキドナ。わ、なんかいっぱいある。四つ組み合わせんのな。僕とエキドナの関係は。なるほど。オッケー。うわ、めっちゃいっぱいある。これが一番大事なとこだな。なるほどね。こうやってちょっとずつ思い出していくわけだ。いや、いろいろ明らかになってきましたね。というわけで。変態ランドセルゴミ袋野郎。早見裕二。職業は、エアベッド研究者。じゃあ進めましょうか。これどこ行きゃいいんだっけ。この温まりポイントについて、こっちはいけない。あ、なんかある。アイテム。使い捨て帰ろう。サンキュー。こういうとこ入れたりすんだよな。うわ、なんかいる。うわ、ちょっと今怖かった。あ、これ宝石の人か。何、また宝石くれんの？こんにちは。この女の人、宝石を盗んでいるのか。ほんと、いろんなとこに現れるな。その宝石は僕、あ、でも、なんか、あれだよな、選択肢うまくいけばこいつ、宝石もらえるっぽいんだよな。西崎の時ももらったしな、シャブハラと。ちょっと優しくしとくか。早く避難した方がいいですよ。お腹が空いたわね。お腹が空いたわと。よっしゃ。食い物やりゃいいんだろ。ありますよ。いや、でもこういうお湯入れるタイプのやつ渡してもな、腹の足しにはならんだろ、決して。食えらそうなもん他にないしな。じゃあ、わかめスープをくれてやろう。興味なさそうだ。おい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 。おい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 。ヌードルだ。ヌードルがいいんだろ。嘘だろ。なんか調理してこないとダメとかそういうやつか？食事する。あ、もう完全に自分で食う感じになるよね。はぁ、あったまるわ。おい、お前の代わりにジオヌードル食ってきたけど、宝石出せよ。俺お腹いっぱいだよ。どうやら盗みを働いているようだ。え？その宝石は僕のものだ。こっちによこせ。あっちへ行って。全部私のものなのよ。こいつの宝石に対する執着何なんだよ。お腹が空いたねって言ってる。でも俺食ったよ、ジオヌードル。俺食ったんだからいいじゃん。ダメだな。
渡しても見向きもしなかったもんな。他に食えそうなもんないもんな、今。もっと、こういうお湯入れる系じゃなくて、すぐに食べれるものがなんか必要だったのかな。持ってないもんはしょうがないな。行くか。しかもあの宝石なんか全てのキャラで集めないと意味ないらしいですね。聞いたところによると、海賊帽。帽子かぶるとゴミ袋脱いじゃうからな。とりあえず取っとこう。ジャージ。え、これ上着の中かな？上着扱いかな？装備。あ、中か。まあ、全然見た目的に変わんないんだけどね。よし。いやでも実際ゴミ袋結構機能性高いっぽいんだよな。ゴミ袋にしてからなんか体が濡れる速度が明らかに遅くなったと思う。結構ね、見た目だけじゃなくて実用性、あれ行き止まり、あ、あら、エアベッドだな。このちっちゃいランドセルに収納されてたエアベッド広げるぜ。どうやって空気入れたんだよ、畳んでる状態から。で、あっち行けばいいのかな。露骨だな、ここ。ふーってやって空気入れたのかな、自分で。だとしたら相当な肺活量お化け。うおうおうおお、これ大丈夫か。いや、突っ切ろ。ノンストップで行こう。壁に当たりまくってるけど。大丈夫か。よし。つうか、今あれだよね、確か。早見の家に向かってんだよね。おうおお、早見さんちなら私知ってますよって成瀬が言い出したから。本当にこっちで合ってんのか。こんな崩壊した街でよくなんか方向わかるな。普段通れる道も通れなくなりそう。わかんなくなりそう。だって昼間に来た道が夜になってちょっと暗くなっただけで通れなくなるとか、道わかんなくなるとかあるもんね。こんだけ道、街崩壊してたら全然わかんないでしょ。いや、浸水してきたね。わ、アンジェリーナ付近なんかみんな通るな、アンジェリーナ。ずっと高校にいた西崎以外みんな来たんじゃないの。よっしゃ、行くぜ。なんかみんなゴース、あ、なんだっけ、アンジェリーナ来てるけど。もうすぐ早見さんのマンションですけど。主人公同士ですれ違ったりはしないんだね。何も思い出しませんか。何も思い出せない。ダメだ、何も思い出せない。そうですか。部屋に入れば何か思い出すかもしれませんよ。さあ、早見さん、行きましょう。行きましょう。優しいなあ。あー、アンジェリーナだわ。行こう行こう。行くぜ、突っ切るぜ。よっしゃ。うほほほ、マジか。ストーンで落ちたな。俺あんなにダッシュしても普通に通れたのに。大丈夫？よし、まあしょうがないだろ。行くか。このまま立ち去っていいのだろうか。行かなきゃダメですか。え、これ確かさ、このシーンってなんかシャブハラに助け求めんだよな、確か。シャブハラんとこ行くんじゃないの。なんかそんなシーンあったよね。で、あ、なんかどうでもいいけど、前回撮った黒い靴地味だな。サンタブーツに変えとこう。赤を主張しますね。大丈夫か？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 
あ、最近の監視みたいにやめてくれって言わないの。そんぐらいやばい状況なのか。大丈夫？早見さん、何をぼーっとしてんだよ。何をぼーっとしているんだ。ごめんなさい、体が抜け出せそうにありません。うん、あ、なるほどね。これでシャブハラ探しに行くわけだ。一人では持ち上げられないようだ。まあまあ、シャブハラ呼びますか。誰か助けを呼んでこよう。ね、一度シャブハラ編で予習済みのシーンですから。置いていくって選択肢選んだら本当に置いていくことできたのかな。それでも結局シャブハラ呼びに行くことになるのかな。ストーリー変わっちゃうよね。シャブハラ編では助けたわけだし、基本的には繋がってるはずだから。で、あ、いた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 。あ、服装がちゃんとこの時のやつなのか。瓦礫の下敷きになっているんだ。今のままじゃ危険だ。すまないが、瓦礫をどけるのを手伝ってくれないか。そうだな、この黄色いズボン履いてたよな。あ、そっか。じゃあ、あの預かりおじさんからこのジャケット預かっとけば、お揃いの服着れたんだな。わかった。しまった。手伝いに行きましょう。よし、頼むわ。じゃあついてきてくれ、急ごう。不死身や、フラフラだけど大丈夫。ほんと今思えばよくこの状況で不死身は置いてったな。アンジェリーナすぐそこなんだから、そこまで送ってってやれよ。これアンジェリーナ入れんのかな。よし、ちょっと二人とも衰弱してるけど、せめて俺たちだけでも温まっていこう。温まりポイントがこっちにあったはずだ。はぁ、この二人で温まってんの面白いな。あ、てかそのカバンいいな。剥ぎ取れねえかな。シャブハラからリュックを奪い取るっていうことできないかな。なんか渡すこととかもできないのかな。海賊帽、興味なさそうだ。あ、なんだ、服は着てくれないのか、シャブハラは。瓦礫の下敷きになっている女性はどこですか。少なくとも店内にはいないですね。よし、今この時点では誰もいないんだよね。生き生き乳酸菌こと須藤はいないんだよね。うん、よいしょ、なんかないかな、アイテム。 あ、なんかある。あ、装備はできねえな、これ完全に女性用だもんな。あ、これナルセに着せよう。うん、こんなもんか。他にアイテムないのか。シャブハラ編で来た時はこの辺にダウンジャケットあったはずだけど、早見編では取れないと。なるほどね。じゃあ行くか。ほんとせめて藤宮だけでも送ってやればいいのに、仲間でかわいそう。この状態かわいそう。行くけど。よし、ついてこい。走りのフォーム綺麗だな、どいつもこいつも。よいしょ、ちゃんとついてきてる。あいつ来たよ。さあ、君はそっちを持ってくれ。ありがとうございます、助かりました。あの落ち方して骨の一本も折ってないのはおかしいけどね。ありがとう、助かったよ。相当なタフネスですよ。藤宮さんが心配なのでもう戻ります。マークハントみたいなタフネスしてますよこの女。彼女にもよろしく。さっき見た感じだとかなり疲れているようだったから、
何か温かいものでも食べさせてあげたらいいと思うよ、うん、特別なスープでも、うん、食わしてやりなさい。気をつけて。僕らは彼女が落ち着いてから行くよ。ありがとうシャブハラ、いいやつだなね、シャブハラ編でもこんなシーンあったけどね。同じシーン。もう大丈夫です、部屋に行きましょう。ただこんなふざけた格好はしてなかったけどね。シャブハラ編では白衣着てたのに、こんな彼岸島の主人公のお兄ちゃんみたいな格好になっちゃって。まあ基本的にはつながってるけど、なんかちょっとしたパラレルワールド的なもんだと考えるのがいいのかな。ねえ、告げ編で引いた変態引いてなかったしね、西崎編では。これでアンジェリーナ行ったらいいのかな、あの二人。ちょっとあの二人と話してえな。ここかよ。行きましょう。ここ早道だったんだ。へえ。なんかねえかな。ないか。アンジェリーナのすぐそこだったんだ。早道。自分が住んでいたというマンションのエントランスだ。入りますかっつってもなんか、鍵なり暗証番号なりいるんじゃないの？入ってきちゃったけど。鍵持ってたのかな？へぇ、いや、疲れたでしょ。何か分かりましたか？とりあえずいろいろ調べればいいのか。なんかアロワナみたいなの飼ってない？すごいな。つか部屋広っ！うわ、金持ち！エアベッドの研究者って儲かってるんですね。あのエアベッド相当売れてるな。相当全世界で売れてるな、あのエアベッド。なんかある。キャンドルコンパス。うん。なんか重要な資料とかないの？この辺。ないか。こっちは？つうか土足で入んなよ。何？早道はアメリカ式なの？早見相当金持ってんなぁ。ね、見たとこ結構若いのに。すごいな、この部屋。このキッチンとかどうよ。うわ、IH だから温まりポイントにできない。腹立つ。そこはガスでいいよ、普通に。つか何このカウンターキッチンみたいなのに椅子4個置いてあんの。誰が座るのを想定してんだよ。家族いんのか？これ一人暮らしだとしたら相当。うわぁ。なんかワインとお菓子置いてある。え、てか、なんか全然、アイテム、見つからないけど、重要そうな。あ、なんかある。日記帳がある。お、これは、重要物品の匂いが。4月20日、今日からプロジェクトに佐伯聡という男が加わった。新薬開発用の実験ウイルスを作れと言われてきたらしい。アポロンの人を見る目は確かだ。かなり役に立ってくれそうだ。うん。佐伯聡は真面目で面白みのない男だが、考え方から論理的で情報整理して人に伝えるのがうまい。私とは正反対の人間だが、それだけに信頼できる。ほう。お、情報。開発は順調。この分なら年内に計画が実行できそうだ。今日は早く蹴りがついたので、サトシの家に誘われた。そこで彼女を紹介されたが、あ、そうか、だから知り合いだったんだな。正直あまり覚えていない。彼女が作った料理を食べている間も適当な言葉から考えていた。相当研究に没頭してたんだな。緊急事態が発生した。保管庫の中の液玉のサンプルが全滅したんだ。原因はまだわからない。ほう。全滅事故の原因がわかった。電気だ。液玉は電気ショックに、あ、これで液玉を、死滅させることができる。ふんふん。電気に弱い性質だということが分かった。現代からでは静電気程度の電気ショックであっても死滅する恐れがある。このままでは役に立たない。液体の弱点は克服されたと見てよいだろう。少なくとも日常生活の範囲内では以前のように知らない間に全滅ということは起こらないはずである。ほう。なるほど。あ、じゃあもう電気与えても死ななくなったってこと？ダメじゃん。ついに液体が完成した。明日から増産体制に入る。富坂市民を全滅させるだけのウイルスを培養する必要がある。相当悪いやつだな、早見。いいのか、こいつ主人公で。え？こいつ生存していいの？懲らしめられる展開になんないの？いろんな記憶の断片手に入れたな。あ、ちまって。他には？
何もなかった？こんだけなのか？記憶整理しようか？この項目が、なんか、あー、まだ足んねえな、一個。パソコンとかになんか、お！当たり！起動する。クリスマスイブに関して、フロムアポロン。明日24日、お！前の日だな、今の。クリスマスイブは君たちの研究の成果が世界に知れ渡る記念の日だ。コンテナをオクトムダムまで運搬したら君たちはこの国から出るといい。今まで私のためによく働いてくれた。計画すべて完了したら連絡をしよう。ほう。アポロンってのがやっぱ一番悪いやつなんだな。なんとなく誰なのか察しがついちゃうけどね、もうすでに。で、アポロンからのメール。計画の実行日は24日とする。液体専用のコンテナに入れて運搬する。運搬作業は柏原という男を責任者とする。お、なんか新しい名前出てきたな。当日私は知事のパーティーに出席している。連絡は秘書の方へするように。あれ？知事じゃないの？知事のパーティーに出席しているってことは知事本人じゃないのか？あら、完全に知事だと思ってたんだけど。あ、でも知事ということを知らせないためにこう言ってるだけなのか？特許に関してアポロン。要望の特許と機材を手配した。これでエキドナの問題点がクリアするのであれば安いものだ。君の発想力と技術力には大きく期待している。研究に必要なものがあればすぐに連絡するように。うん。めっちゃ記憶の断片手に入んな。なるほど。こんなもんか、他には。こういうとこなんもないか。なんだ、ダーツボードになんか貼ってる。てか、ダーツボードで身長大体わかるよね、これ。これ、早見相当ちっちゃいぞ。ダーツボードって、真ん中が173センチなんですよ、地面から。10センチ以上低いですよ、明らかに。推定160センチと見ていいぐらいの。早見ちっちゃかったんだな。